ドッサジュニオールことドッサモマド、オマルハッサモジュニオールは、ポルトガル出身の元サッカー選手、元キプロス代表、現役時代のポジションは DF。ポルトガルの首都、リスボンで生まれた。ポルトガルでは、イモルタル DC、ローレターの DC の下部組織に在籍し、2005から06、シーズンに、当時の三部、セーグンダ・ディビソン・ポルトゥゲザに所属し下部組織時代にも、 在籍したいモルタルで選手となった。その翌年、20歳にしてキプロスに渡り、キプロスファーストディビジョンに所属するディゲニスアクリタス、モルフォウエフシー、FC、に加入。しかしチームは2006から07シーズン、降格が決まった。降格と同時に AE パフォスに移籍。2009年には、アエルリマソールに移籍し、2011から12シーズンには、 センターバックながら28試合で3得点、チームの44年ぶりのリーグ制覇に貢献した。2013年には、ポーランド一部、エクストラクラサのレギアワルシャワに移籍。2015年には、トルコ一部、スユペルリグのコンヤスポールに移籍した。その後、エスキシセヒルスポールへのレンタル移籍を経て、2016年に、アエルリマソールに復帰した。2012年に、 キプロス国籍を取得したことから、キプロス代表に選ばれるようになった。代表初出場は、同年8月15日のブルガリア代表との親善試合であったが、彼はこの試合でイエローカードを提示され、試合も1から0で敗北した。代表初得点は2015年10月10日に行われた UEFA ユーロ2016予選。 グループ B のイスラエル代表戦で2-1の勝利となった代表での得点一覧ありがとうございます。